はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。せめきです。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、ホイコーローを作りました。これはホイコーローの素とか使ってなくてね、自分で調味料を調合して作った自己流のホイコーローですね。うん、乗れた後チルドのなんかエビシューマイと、あときんぴらごぼうはスーパーのやつ買ってあったのがあったんで、これで今日はね、軽くまた宅飲みやっていきたいと思います。では飲み物はどうしよう。マミシーポーリー、こっちから行くか。今日は朝日さんのね、ドライゼロノンアル、これにまた焼酎を入れてね、飲んでいきたいと思います。よいしょ。で、焼酎は中身は大五郎ですね。また大五郎小分けにして持ってきました。ミニ五郎の入れ物にね。よいしょ。では軽くかき混ぜて、で今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。今日のシワシワはこんな感じですね。こんな感じでシワシワ、あ、ピントが全然合ってないですけど、来たかな、ピント、あ、来たかなね。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシワシワで乾杯、いただきます。日に日に暖かくなってきますね。冷たいシュワシュワがますます美味しくなってきますね。今日もお昼冷やし中華食べたんでね。よいしょ。いやー、ほんとちょっともうね、動くともう汗ばんでくるぐらいになりましたね。うん。ではじゃあ冷やし中華じゃねえ冷やし中華じゃねえ、ホイコーローね、ホイコーローからいきたいと思います。これもう自己流で味付けして作ったホイコーローですね。今日ね、ホイコーロー作るのにいつもなんだっけ、オイスターソース使うんですけど、使おうかなと思ってみたらね、オイスターソースのね、瓶の中にカビ生えちゃってて、なんで今日オイスターソース使ってないんで、味が若干違うかもしれなくてね。いやー、まあそんなね、オイスターソースなんてもうね、しょっちゅうしょっちゅう使うもんじゃないんでね、時々ちょっとずつしか使わないんで、で今日使おうと思ったらね、カビ生えててね。いやーね、まあもうほとんど使ってたやつなんで、あと大さじ1杯ちょいぐらいしか残ってなかったんで、まあしょうがないかなと思って。ではキャベツとかいっぱい入れたんだけどな。豚肉とキャベツと、ね、こんな感じで。ではいただきます。うんうんうん、まあまあ美味しい。やっぱりオイスターソース入ってる方がいいのかな。美味しいは美味しいんですけどね、なんかやっぱりちょっと一味、もう一味欲しいかなっていう気がしないでもないかな。うん、本当はチンジャオロースを作りたかったんですけどね、チンジャオロースに良さそうなお肉が全然なくて、んでホイコーローになったんですよ。チンジャオロースってお肉をこう細切りにするじゃないですか。皆さん、チンジャオロースをお作りになるときどのお肉使います？
こう細切りにするのにこうちょうど良さそうなお肉。まあ牛肉使うんだったら牛の赤身の焼肉用とか、安いのがあればいいですけどもね、焼肉用とかだと高いですからね。でちょっと豚肉もいいかなと思って豚肉見たんですけども、豚肉は何、前はヒレ肉とか使って作ってみたりしたんですけどもね、あのホイコーローに、なんかいいお肉がなくてね、でまあホイコーローになったっていうね、ではサラダ食べようかな。野菜サラダ、またいつもの野菜サラダ作ってきましたね。こんな感じで、これま全部食べると多いの、また小分けにしてね。今日はすごいな、野菜いっぱい食べてるな。お昼の冷やし中華も結構ね野菜たくさん使ったんで、ではサラダこんな感じでね取り分けました。いやホイコーローじゃね、薬膳になるうま塩のドレッシングね。今日はちょっと遅くなったんでね、いろいろやってたら、どっか食べに行くか、なんか宅配かなんかピザかなんか頼もうかなと思ったんですけども、やっぱりね、お金かかっちゃうんでね、材料も用意してあるんだと思ってね、めんどくさいですけど作ったんですよね今日。外食って言ってもね、なかなか焼肉屋さんとか行きたいんですけども、この辺焼肉屋さんもないしね。でお酒ね飲みたいと思っても、私あのね毎回言ってますけども、痛風やってるんでビール飲めないんで、なんかビールがメインっていうか、ビールしかないようなねところは行ってもお酒ね、ビール飲まれないんで、なんでサワーとか焼酎とかそういうのが多いの、種類も結構あるようなところじゃないとちょっと飲めないんでね、と思うとなかなかね行くお店なくて。じゃあちょっとサラダいただきます。居酒屋さんとかもこの辺あんまないしね。お蕎麦屋さんとかはもうなんかもう3時頃に閉まるらしいんで、あとまあびっくりドンキーはビールしかないですもんね、お酒。あと中華料理屋さんとかありますけどもね、中華料理ってそんなにがっつり中華料理食べて飲んでっていう感じでもないしね。お一人様のコース料理で、そこの中華料理屋さん、お一人様の中華料理に飲み放題つけて、90分飲み放題つけて4500円とかだったかな。私そんなに食べたり飲んだりできないんで、ちょうどいい。あとカレー屋さんがあるんだよな、ネパール料理のカレー屋さんだそうですけどもね、そこもちょっとね気になってるはいるんですけども、一回ランチで行こうかなと思ってて、なかなか外食もねしないんで私。たまに行こうかなと思うんですけども、結局作った方が安いやとか思うと、安上がりだなと思うとなかなか行く機会なくてね。でもちょっとポン酢用意して、シューマイね、エビシューマイ、これまるちゃんのエビシューマイだったかな、8個入りのやつの4個だけ温めてきました。こんな感じね、今日はもうポン酢でさっぱり食べます。からしも切らしちゃったんで、もうポン酢だけ。
こんな感じですね。いただきます。エビの食感がいいですね。プリッとして。どうしよう。日本酒、ウイスキー、日本ウイスキー飲むか。ちょっと氷を用意してね。ちょっとカナディアンクラブが少し残ってたんで持ってきました。おっと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 、じゃカナディアンクラブ。あ、美味しい。カナディアンクラブの香りも独特なんでね、これはこれで美味しいんで、時々ね飲みたくなりますよね。ちょっと電気ブランに似てる感じなのかな。なんか電気ブランっぽい香りがあるんですよね。あ、そういえば電気ブランあるんだよな。ちょっと取ってこようかな。ではちょっとね、電気ブラン持ってきました。浅草のね、神谷バーの電気ブラン。ちょっとだけね、これもパウンドケーキ作ろうかなと思ってね、パウンドケーキに使いたいなと思ってちょっと残してあったんですけども、また買えばいいんで。パウンドケーキ作るときに、あのレーズンとかね、電気ブランにレーズンつけたりとか、あとドライフルーツつけたりとかして、それをパウンドケーキに混ぜてね作るとね、すっごい美味しいんですよ、電気ブランつけたやつ。じゃあちょっといただきます。電気ブランの方がやっぱり香りは強いっていうかですけど、やっぱりちょっとあれですね、カナディアンクラブ似てますよね、香りが。まあここまでね、電気ブランほど香りはないですけどもね、ちょっとこう似たような香りが少しあるっていう気がします。まあ電気ブランはウイスキーじゃないですけど、これリキュールなんで。これもね、40度あるんでね、アルコール度数がね40度あるんで、結構効くんですよこれ。でリキュールなんですよこれ、ウイスキーじゃないんでね、いろんなのこういろんな成分が入ってて、あのウイスキーっぽくねしてるっていう。昔はねウイスキー、舶来のウイスキー高いんでね、気軽に飲めなかったんで、こういうの作ったんですよね。ではどうしよう。あ、きんぴらあるんだな。きんぴら食べてみるか。じゃあ七味ね。昔、私の子供の頃だってウイスキー、舶来のウイスキーなんつって高かったんですよ、ウイスキー。あの洋酒専門店みたいなのがあったんですよね、ウイスキーだと。カティーサークとか、あとねホワイトホースとかね、まああのジョニクロとか、まあその辺とかもね、すっごい高かったんですよ昔。前にも話したことあるかな、なんか何回か話したことあると思いますけどね、その話。だから1ドルね、私がね中学校の頃がね、1ドル250円だったんですよ。1ドル250円ですよね。え、だからねえ、今1ドル130円ぐらいになってんでしたっけ。そのぐらいなんだっけかな。ちょっとはっきり、ちょっとなんかニュースでちらっとそのぐらいの相場だって見た気しますけどね。10ドルのものが2500円なのと、10ドルのものが1300円だと全然違うんでね、昔はすごかったんですよ。これごぼうが結構
ささがきになってて食べ応えがある。うん、あ、おいしい。手作り感があるな、これ。なんかこうすごくこう味をこうなんかつけましたっていう感じじゃなくて、こうあっさりしてる感じの手作り感のあるあれですね、お惣菜ですね、これ。うん、要は、あ、日本酒なんか。でも もったいないかな。まあ菊泉ね、菊泉、青森県の油川っていうところのね、青森市の油川っていうところで作ってる西田酒造店さんね、伝酒の兄弟分のお酒ですね、菊泉。よいしょ。伝酒ってこのサイズの伝酒ってないのかな。300ml の伝酒ってないの、あるのかな。見たことないですけど、一升瓶のやつと720ぐらいのやつ、まあ、見たことあるけど、 300ml の伝酒って見たことないですけど、売ってんですかね。ちょっと飲んでみたいですけどもね。じゃあちょっとね、菊泉いただいて。うん、これも飲み口がいいんですよ。香りもいいしね、飲み口もねいいしね、これもね美味しいお酒なんでおすすめしますよ。うん、ではまたホイコロ食べるか。もう動画の尺そろそろ結構いってるんで、キャベツ、ピーマン、長ネギ、あとしめじが入ってますね。うん、でちょっと薬味にニンニクと生姜のみじん切りを使ったりしてますけども、よいしょ、こんな感じですね。でお肉にね片栗まぶしてんのかね、お肉にね片栗まぶして、で炒めて、でそこにこう自分で調合した調味料かけてるんで、片栗使ってるんで、ね、ちょっとねこう絡む感じね、これが美味しいんですよ。いただきます。うん、うん、うん、ではあとはね他の方の晩酌動画かなんか見ながらね、また続きやっていきたいと思います。今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また頑張ってね動画編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。